彼女は一級の肩書きを持つ捜査官です。その辺の SS10 人雇うよりもはるかに有用だと確信しますよ。おお、それは頼もしい限りですな。自己紹介が完全ではありませんでしたな。私はこういうものです。まあそうおっしゃらずに。そうです、ええ、参与はしません。我が国の特産は鉱物資源が主です。中東というと油というイメージが強いのですかな。とんでもありません。我々の啓蒙活動もまだまだ至らないということです。その通り、最近は外交内政などで何かと国際時事ネタになりやすい小さな共和国です。はい、それでは早々に本題に入らせていただきます。私の娘の警護をぜひお願いしたいのです。はい、知っての通りエルディアは先進国の技術と文化を多数導入し急速に発展してきた中東の小国です。はい、その甲斐あってか民衆の生活レベルは飛躍的に向上し、教育レベルもまた同様です。ところが良いことばかりでもありません。はい、急速な西洋文化の浸透は一部の若者を中心とする人々の反感を多分に買いました。その通りです。彼らは良くも悪くも純粋なのですよ。イスラムの教えに対して、そしてその信仰心と純粋さは異教への弾圧と際限ない懲罰という形となって現れるんです。察しがお早い。その可能性の問題ではなく現実にそうなっているのです。無言電話や差出人不明の手紙など毎日大量に送られてきましてね、その程度で済めばいいのです。この間はとうとう娘がさらわれかけました。娘はまだ学校へ通う生徒でしてね、あれにはできる限り危険な目には合わせたくないのです。そう、それには大使館に軟禁してしまうのが手っ取り早い。あれの身を守るという観点から言えばそうです。大使館は早々侵入できる場所ではありませんから。しかしこれは娘の思惑を全く無視した手段です。政治的な配慮などを考えずにあれをできる限り外へ出してやりたいとも思っているのです。あと数日ですがね。しかしもう日本には帰ってこれなくなります。甘いですか。そう言っていただけると、日本の警察へ頼むことも考えたのですが、私もそう思いました。そこで職権の乱用かもしれませんが、外交筋でお願いを申し上げた次第です。一応娘の写真を持参しました。これです。負傷の娘ですよ。麻也子です。はい、いえ、昼間は学校がありますから人目があるので大丈夫とは思うのです。ええ、まあ現実問題として24時間付きっきりというのは不可能ですから。
いえ、昼間は学校内にいていただきます。万が一にも何かあった場合はすぐに駆けつけていただきたいのです。問題の夜ですが、専従講師という形で娘と一緒に暮らしていただければ私も安心できるというものです。いえ、麻也子は寮で生活しています。学校の理事会には私から許可をもらってあります。その点は心配ありません。二人くらいは十分に暮らせるスペースがありますよ。無論ですよ、私と娘は近々本国へ戻る予定があります。ええ、私の方の仕事の区切りがつき次第ということになります。まあ数日とお考えください。北条さんでしたね。何か質問事項などありましたらお尋ねください。はい、今日は直接お会いして挨拶をと思いまして。ではくれぐれもよろしくお願いします。何でしょうか。いえ、できれば知らせたくありませんが、できればそうした政治的な裏側などあれには見せたくなかったのですが。そうですね、いや、北条さんの言われる通りです。わかりました、あれにはそう申し伝えておきましょう。その他には何かあれば大使館の方へ連絡をくだされば。どうかね、どうかね、彼は。あと5年も磨けば私のいい対抗馬になるね。